私たちピチピチの宝石アイドルイエロロスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは一人ずつ自己紹介をしていきます。まずキラリン。はい、キラリン藤井キラリンです。いくよ、せーの。元気な毛が取り柄のキラリンこと藤井キラリン、15歳の高校1年生です。よろしくお願いします。イエーイ。次、ゆき。はい、ゆきこと藤木ゆきの高校3年生の17歳です。今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。次、さちか。はい、中学3年生のさちこと中川さちかです。今日は駅伝走らせていただきました。よろしくお願いします。はい、次、さきちゃん。はい、さきちこと杉本さき、中学3年生14歳です。今日は盛り上がっていきましょう。お願いします。最後はりなさん。はい、ビエナロシリーダーのりなりなこと島田りな、17歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでですね、そうですね、最初に歌った曲フィフティーンかけてくる君にという曲なんですけど、その曲なんですけど、フィフティーンかけてくる君には、あの富山県の公認の富山県応援ソングなんです。イエーイ。で、公認なんですよ、実は。そう、公認なんです。はい、なので皆さんね、聞く機会がもしあればぜひ、 CD もぜひ別版とかで売っているので、よかったらサインも書くので、はい、そして振りもすごい簡単になっているので、もしよかったら真似して踊っていただけたらなと思います。はい、そしてですね、今日願い道駅伝ということで、メンバーのさちかが駅伝に参加したんですよ。はい、走らせていただきました。どうでしたか？ 2.5 キロという道のりを走らせていただいたんですけど、予想以上に長くてちょっともう島田さんたちのことを考えながら走りました。すごい、皆さん応援ありがとうございました。嬉しかったです。すごいですね、走るの、大変そうやったけどね。そう、靴一人だけ違うしな。そうなんですよ、ちょっと走る用の靴になっているんですけど、はい、この後も私たち3曲歌いますので、皆さんぜひ一緒に盛り上がってくれたらなと思います。それでは次の曲に行きます。それでは聴いてください、私たちのデビュー曲スローモーション。Yeah.
表彰式もあるので、はい、皆さんぜひ楽しんでいきましょう。以上、私たちピチピチの宝石アイドル、ビエドナースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ。はい、すばらしい。めちゃくちゃ盛り上がったね。いやいや、大変ですよ。ねえ。